はい、皆さんこんにちは、あっちでございます。いやー、まあ楽しい、これやばいね。もうこれ収録、今週の取りだめ最後ですけど、もうちょっと寂しい気がするね。はい、じゃあ次行きましょうかと。およよ箱だね、ごめんなさい。はい、やめましょう。何かを見せる、毛利の写真。確かにこれは毛利ですねと。ジャケットね。え、この服を毛利が着てたんですか。これはうちの会社のデザインですよ。しかしこんなシーチームの服をどうして毛利が着ていたんでしょう。刑事さん、当社に行って社長の、あ、楠田さんって社長なのか。社長の楠田にこの服を見せてください。お願いします。社長には私から電話しておきますから。場所は神宮前6丁目です。ということで、すごくこれで何かこの人なんかよぎったんだね。よぎったというか怪しんだんだね。まあ自分とこの多分外に漏れたらまずいっていうか、まあまあ企業秘密だから、企業秘密というか価値のあるもんでしょうからね、企業からしたら。それが外でこういうところで使われて、さらに殺人事件に使われてるっていうので、ちょっとっていうのがあったんでしょうね。なんかこの人は白かなっていう気がしますね。さあ、どの写真も心当たりがないですねと。この人は結構話してくれるんじゃないかなと思います。さあ問題の、あ、黒吉リカさんまだか。はい。おお、この人からはもう初めてです。挨拶するしか選択しかないんでね。これよし、理科の部屋に来た。若いがしっかりしていそうな女性が出てきたら挨拶しましょう。はい、警察のものですが。警察が何のご用でしょうか。刈谷不動産の毛利さんが殺されたんですかと。あ、そう思うとあれか。単純に考えれば、強引な地上げに対する、トラブルなのかなっていう気もしますけど、まあでもゲームだからね、そんなことはないと思いますよ。まあだからね、琥珀色みたいにね、いろんなものが重なって、まあでもね、コメントで教えていただきましたけど、リバーヒルソフトさん、福岡県ね、もう女性の方、いまだに現役なんですよね。女性の方が、シナリオを作った女性の方が、いまだに現役でゲーム関連でやられてるみたいなのでね、ああいうの見るとね、なんかホッとしますよね。ね、というわけで、さあ、じゃあ次行きましょうか。はい、相手のこと聞きましょう。はい、プロフィールを教えてください。倉吉理香と言います。あ、ルビー振ってくれてるの嬉しいね。本当にね、戦国物のゲームやってると本当読めないから。職業、フリーのパタンナーをしています。小さなデザイン会社ではパタンナーのいないところが多いんで、そういう会社の仕事をしてしまう。ああ、なるほどね。ああ、私もそんな感じにできないかな。プログラマーのいらないね、プログラマーを持てない、小さい設計だけするところとかね。あ、でもそれはもう今あるのか。なんだっけ、そういうのをマッチングするサイトありますよね。いやでもね、正直ね、やっぱりコネで会いたい。人づてで会いたい。もうやっぱりね、いきなり来る人ってちょっとね、あれな人が多すぎる気がします。もう、私の場合ね、もう8割9割方ね、うさんくさい人なんでね、もうそういうちゃんとコネで会わない人。まあコネであってもね、やっぱりその、仲のいい、ちゃんと関係ができてる人らで会うときには、やっぱりちゃんとした人を連れてきてくれますけど、まあそれは一緒か、どこも一緒か。どうしてもなんかね、関係の薄い人の間で来る人っていうのは、ちょっとあれな人が多いかな。だから今もやってるね、システムの人もね、もう設計からしてめちゃくちゃなんですよね。ああ、もうデータベースの設計がおかしいおかしい。ああ、すごいんですよ。まあ分かる人は分かると思うんですけど、なぜか DB のね、レコードの空物一つの中にね、JSON 文字列が入ってるんですよ。まあこれだけでね、私見たことなかったからびっくりしちゃった。っていうのが、まあ分かる人はこれだけで、ね、えって多分なると思うんですけど、なんでそんなことになったのっていうのがあったんですけど、まあそれは置いときましょう。ごめんなさい。うちわの話しちゃってね、こういう話しちゃうからダメなんですよね。まあそんなことがありまして、まあやっていきましょう。でもね、本当ね、私もフリーだからね、なんとかね、幅広くお客さんとうまいこと、ごめんなさい。幅広くね、また席出そう。ちょっと待ってたね。ちょっと一時停止します。あ、ごめんなさい。ちょっと席出ちゃったのでね。ほんとね、いや、ほんとにもう、この世界、コネですよ。
テクニックなんかほとんどいらないって言うたら変ですけど、何がどうやってできるのかは知っておいた方がいいんですけど、もう今ね、ほんと検索エンジンで大抵のことを分かっちゃうのでね、そこにさらに AI もあるんでね、っていうような感じでは思いますね。さあ行きましょう。ダメだね、この話は長なっちゃう。それはもう雑談の方でいからないといけませんね。さあ、初心者です。北海道の札幌ですと。家族、北海道には両親がいますが、東京には私一人で暮らしてますと。はい、アリバイは毛利さんの殺された24日の夜ですね。その日は新作デザインのパターンの打ち合わせで遅くまでクリプトメリーさんにいました。あ、新しい言葉出てきたね。そこで聞いてくださいと。あ、なるほど、わかりました。他の人のことを聞きましょう。毛利さん、部屋を売ってくれってきましたけど断りました。私は仕事柄この原宿を離れるわけにはいかないんですと。はい、刈谷さん、刈谷不動産の社長でしょ、昔アパレル関係の仕事をしていたらしいですけど、全然違う仕事ですねと。アパレルと不動産とでは前に何か都合の悪いことでもして、業種を変えなければならなかったのかしら。どういうこと。刈谷不動産の社長でしょ、昔アパレルか。ああ、この人アパレル関係の仕事したのか。全然違う仕事ですね。アパレルと不動産とでは前の何か都合の悪いことでもした。ああ、アパレルね。まあ、この人たちはデザイナーとかなんでしょうけど、私もね、アパレルに絡んでたんですけど、もうどちらかといえば生産現場と、でもちょっとデザイナーの方と関わる仕事もしてましたね。CAD の方も若干やってましたので、まあ、生産現場はね、なかなかでしたね。実習生でしたっけ、アコイラの方と。だから私が行ってた工場はほとんど日本人の方はいませんでしたね。日本人の方は大抵上です。その管理者というか、そうだね、生産現場の管理をしてる人と、まあ、大体切ってる人とかやってる人、大きいところは海外の人が多かったですね。小さいところな、結構ね、老人の方もいましたかね。ただ、やっぱりさすが現場でね、アパレルの現場で働いてる老人の方、めちゃくちゃ元気なんですよ。もう、走る。どう見ても60ぐらいでしょっていう人でも、走る。足腰強いんだなと思ってね、今の私と比べ物にならないぐらい元気な感じの方でしたね。とまあ、そんな感じでした。はい、さあ次行きましょう。では、このカリアっていう人はかなり、真っ黒じゃないとは思いますけど、かなり悪どいことやってそうですね。はい、柏木さん。彼女は前にパターン直していたので話が合うんです。それでよくおしゃべりしてます。彼女は前は会社で何か嫌なことがあって辞めてしまったんですね。あら、柏木さん今何してんだっけ。せっかくデザインの勉強をしたのにもったいないなと思いますわと。あれ、柏木さん何してんだろう。飯森さん。DC ブランドソバージュの人。私の友達がソバージュでパターン直しているので知っています。彼はなかなかのやり手で独立して新しい会社を作るという噂もあるんですよ。あ、ということはどちらかというと現場ではなくて営業的とかそっちか。はい、この平子さん、あの方のお母さんは飛び降り自殺なさったんです。なんでも刈谷不動産が嫌がらせをしたとか、それをやったのはこの回担当だった毛利さんだと飛躍さんは言っていました。ああ、揉めてたんだね。ああ、これはやばいわ。で、次は篠宮さん。竹下通りで喫茶店をやっています。私もよく行くんですよと。お店は若い人向けの感じなんですけど、本人はアダルトな雰囲気の素敵な人ですよと。で、安住さんのことは知らないでしょうね。お、知ってんの。あ、ドルチェさんのパターンの仕事をやったことがあるので知っています。あの人は外見はドライな経営者という感じですけど、よく話してみると可愛い人ですよ。可愛かったね。べっぴんさんだったね。てか、ここに出てくるとみんなべっぴんなんだけどね、女性は。はあ、あれか、聞き込みで出てくるおばちゃんとかはまあまあ普通か。つながってんだね、この人は。なるほど。大抵ね、上の5人、ここのマンションの5人、みんな知らないだったんだけど。まあでも、同じアパレル業界だからね。はい、萩森さん。ドルチェは小さいメーカーですが、私はとても好きです。あそこのブラウスを私持ってるんですよ。と、なるほど。ああ、そういう意味じゃ、こういうデザイナーの仕事って夢があるのかもわかんないね。まあ大変でしょうけどね。もうほとんどデザインとか、まあどうだろう。服で機能性とか、ねえ、私はもうもちろん機能性の方で行くんで、作業服で間に合うんですけどね。今の作業服おしゃれですもんね。まあでもね、もうおしゃれな人なんかはもう
どちらかというとそういうブランド的な感じなんでしょうね。はい、事件のこと聞きましょう。気づいたこと、毛利さんは刈谷不動産に勤める前はモダームに勤めてたそうですよ。隣の美穂が言っていました。モダームはなんか名前からするとなんかファッション系っていう感じしますね。みんなそちら系なのか。はい、刈谷不動産、あそこはこの部屋を売れ売れってうるさくてしょうがないんだ。なんとかしてください刑事さん。はい、ドルチェ、安住さんが社長している小さなマンション、マンションメーカーって何？マンションの設計やってるんじゃないんでしょ？どう見てもブラウス屋さんだよね。最近はモダムの仕事が入って張り切っているみたい。マンションメーカーってなんで、ちょっと検索してみよう。マンションメーカーとは、マンション、あ、もうタイピングボロボロだ。メーカーとは、マンションメーカーとは何？あ、でもアパレルって出てくるわ。マンションデベロッパーの大手7社とは、なんだ？マンションを開発、マンション開発、マンション開発で出てるよ。マンションメーカーとは、全部マンションなんだけどね、出てくるのが。あ、マンションメーカーアパレルっていうので調べた方がいいのか。おう、マンションメーカーアパレル。マンションメーカー、マンションメーカーとはマンションの一室をオフィスにして、マンションの一室をオフィスにして少数のメンバーによって運営されるアパレルメーカーのこと。へえ、今で言う、レンタルオフィス？レンタルオフィスじゃないか、シェアオフィスか。あ、でもシェアオフィスはみんな、運営はされてないもんね。みんなバラバラだもんね。まあ、シェアオフィスよりも、どっちかって共同体か。ほー、なるほど。知らなかったわ。勉強になるね。はい。じゃあ次はね、ソバージュ。あそこは DC ブランドでは一番の成長会社ですねと。でもとても厳しくて店員の人は大変みたいです。軍隊のような店員マニュアルがあって、挨拶やお辞儀の仕方からも商品の並べ方まで決まっているんです。ハンガーにかけた服なんかその間隔は拳一個分と決まっていて、お客が動かすとその後から拳一個分に直していくんですよ。わー、すごいですね。お客さんが帰るときは再敬礼して、置くんです。だからあんなに売れているんでしょうかね。あ、車のディーラーの敬礼というかお礼すごいですよね。本当にもう見えなくなるまでね、曲げてますもんね。はい、ではやめましょう。で、何かを見せましょう。はい、毛利さんの写真。これは確かに毛利さんですわと。はい、ジャケット、これはシーティングの服ですね。見覚えはありませんと。写真 A、どの写真も見覚えがないですねと。さあ、部屋出ましょう。さあ、次は問題のこの人ね。おお、想像と全然違う人だった。平久義雄の部屋に来た。迷惑そうな顔して男が出てきた。挨拶しましょう。警察？私の母の死を調べに来たんですか？違う？刈谷不動産の毛利が殺されたんですか？ああ、これは嬉しそうなのかな。相手のこと聞きましょう。はい、プロフィール。あ、平久か。あ、今、ビシッと来ました。あ、平久だわ。なんだ、平久って。平久男とか。ご容赦ください。本当許してくださいね。皆さんごめんなさい。もう、年のせいにしちゃいます。はい。38歳。あ、やっぱ結構上だね。モダームというファッションメーカーに勤めています。私は、岩手の生まれです。大学に入って以来、国に帰っていませんけどね、と。家族、妻と2人の子供がいます。今は妻の実家の方にいますが、と。あ、妻の実家、この2人は、実家の方にいるんだね。で、自分はここに住んでんだもんね。私の解釈理解度が悪い。理解力ないのかな。ついつい、あなた妻の実家の方にいるのと思っちゃうのよね。主語がないから。これは私の理解力がないのかもわかんないね。はい、アリバイ。9時には家に帰っていて、その後は外出していません。今は一人暮らしですので、誰も証明してくれませんが、ずっと家にいましたと。はい、他の人のことを聞きましょう。毛利さん、あんなことをしていればいつかこうなるとは思っていました。ああ、そうなんだね。刈谷さん、悪いのは社長なんだから、彼だって殺されないとは限りません。あ、そうだね。柏木美穂さん、彼女は死んだ毛利と昔恋人同士でしたね。よく分かってんですね、みんなに。横のつながりがあるのかな。だからすぐ噂話漏れるのかな。二人ともモダム社に勤めていたことがあるんですよ。そうなのね。その後どうなったかは知りませんが、
このモダーム社っていうのもなんかありそうだね。飯森さん、僕と同じような服飾関係に勤めています。うちより大きいですがね、僕の会社もいつかは前彼の会社を抜きますよと。ああ、経営者なんだね。同じにフロアにいるという以外は知りません。ああ、クレヨシリカさんね、さっきの人です。で、篠宮冬子さん、彼女の店は高校生が多くて僕らみたいなのは入りづらいですよと。安住さん、ドルチの社長かな、事件に何か関係があるなと。萩村さんもそうだろうね。彼女はうちの会社との付き合いは僕より古いみたいで、彼女はうちの会、いや、この人経営者じゃないわ、そうだ、うちの会社との付き合いは僕より古いみたいですね。そうだ、この人は経営者じゃないんだよね。平久さん、うん、はい、事件のこと聞きましょう。気づいたこと、メゾン原宿の買収を刈谷不動産にやらせているやつを知っています。おお、知っていますか、か知ってますか、か、買収の黒幕は金持ち専用病院、光月クリニックの院長、光月道夫なんですよ。その場所は神宮前4丁目。あ、新しい情報ありました、ありがとう。おお、で、刈谷不動産、全くあんな悪徳不動産を野放しにしておくなんて、日本の警察は何をしているんですか。そうだね、いや、でもね、これね、あの、やっぱりね、ちゃんとその国会議員ちゃんと選ばないとね法律で野放し取り締まれる法律が多分ないんでしょう。ね、なので、やっぱりそういう国会議員を選ぶ人があるんでしょうね、きっとね。だからそうなると国民の責任なのかなって思っちゃうんですけど、我々一人一人の自覚かな、そういうような気もせんでもないですけどね。はい、だからね、おまわりさんとかはもう、そのね、国会議員が決めたね、立法の方で決めた法律を遵守してるだけなので、そこにないものはどうしようもないのかなっていう感じですもんね。はい、ドルチェね、マンションメーカーですね。それが何か、だからドルチェっていうのはマンションメーカーになるのか。なるほど、なんか分かってきた。ソバージュ、同じフロアに住んでる飯森くんの会社ですね。うちと同業ですよと。母親の自殺、母は刈谷不動産が嫌がらせの電話をかけ続けたので、ノイローゼになって窓から飛び降りてしまった。私が買い占め反対運動を率先してやっていたからだと思いますが、これ最初のここに来て一番上にいる女性に話をせずに、先にこの子がこの人に話を聞きに来ると、この母親の自殺っていうコマンドがないんですよね、おそらくね。その子に聞いたからね、全く汚いって使い終わってと、俺は奴らを絶対に許さないと、まあ、こういうところで恨みをね買うんですよね。はい、何かを見せましょう。毛利さんの写真、うーん、確かに毛利の顔ですねと。ジャケット、この服を着て殺されていたんですか、血がついていますね、気持ち悪いな。あ、だからこの服を着せて女装させて殺した、または殺してから女装させた。やっぱりこのよっぽど恨みがあって、あれじゃない、だから女装させて晒すみたいな感じなんじゃないのかな。よっぽどだから恨み持ってるから、そう思うとこのマンションに恨みを持ってる、このマンションの恨みじゃない、このマンションに住んでるこの5人の中が一番怪しい気がするね、今のところだとね。ただみんながこの服を着てるっていうので驚いてるんで、ちょっとまだわかんないですね。はい、じゃあ写真へ。二人とも見覚えのない人ですね。もう一枚の写真は何かの細胞の写真ですか。なんだかわかりませんね、と。はい、やめましょう。はい、部屋出ましょう。これで一応全員かな。ああ、でも篠宮さんいるけどね、ちょっと時間来ちゃったね。いや、私やりたいんだけどな。やっていこう。やっていきましょう。延長です。はい、でも待てよ。なんかもうワンパート撮りたくなってきちゃったね、これね。じゃあね、もうワンパート撮ろうか。というわけで、じゃあこの辺で終わっておきましょう。ただ単に私がやりたいだけだね。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。